らせてもらいますけども、わかんないことあったらバシバシ、ご相談ください。コメントください。で、今日扱うテキスト、こちらに窓出てるんですけども、ここにこれ一応ですね、今日いくつか譜例を用意しました。 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。で、これ一応ダウンロードできます。この動画の概要欄に、Google ドライブの URL があるんで、そちらから、ダウンロードもしくは閲覧できます。まあここで、ね、見せながら、ご覧いただきながら、レッスンできますけども、もし手元で紙で欲しいなとか、ね、別のちょっとウィンドウで見たいなっていう方は、ちょっとちっちゃいかな。一応こう、拡大しながらやっていきますけども、ちょっと見たいなっていう方いらっしゃったら、そちらからダウンロードしてみてください。はい。で、早速やっていきたいと思います。ウクレレブラッシングレッスン。チャッってやつです。チャッ。これですね。こういうやつです。はい。ウクレレの、これブラッシングって言います。チャッってやつ。これかっこいいですよね。なんか焼き芋食べながら見てますか。いいな。焼き芋食べたいな。はい。訪れ大丈夫でしょうかね。ありがとうございます。はい。よかったよかった。もうね、すいません。お待たせしました。はい。ではでは、そしたらですね、早速始めていこうと思います。このブラッシングって言います。これ。チャってやつですね。で、これはですね、大まかに言うと、先に言っときますと、右手と左手、両方で、していきます。右手でするバージョンもあれば、左手でするバージョンもあります。で、右手の場合はですね、まずご説明しますと、右手の手のひらの小指側、ここら辺なんですよ、要は。ここら辺を、まず、こう弦がね、こう横にこう走ってますよね。で、ここに縦にピッと、止めるんです。これ斜めとか横だと、弦が生きちゃってるので、要はこうミュート、しっかりミュートしつつ、ここね、弦を触れたまま、ここですね、ここペトッと。ここに触れたまま、人差し指を結構折り曲げてもらって、で、これを思いっきりピッとまっすぐにする。デコピンみたいなイメージですね。これで、ジャッと。音を鳴らすわけです。こういう感じ。で、ここはもう打楽器です。打楽器ですから、1本を弾いてようか2本弾いてようがあんまり変わんないんですね。全部の弦を律儀にこう、弾く必要は全くなくて、どっかしらにガッて当たれば、なんかジャッて音がするんですよ。なので、1本、まあ2本ぐらいは弾いた方がいいですかね。ダラッダラッみたいな感じで、ちょっとこう、ばらけがかっこいいので。なので、2本ないし、まあ3、4本ぐらいを目安にしてもらって、全部の弦をこうゆっくりこう鳴らすわけじゃないです。ここ打楽器ですからね、音程感ゼロです。で、ここでしっかり止める必要があるんですね。これが結構浮いてる方、こういう風に浮いちゃったりすると、あれ鳴ってる鳴ってるみたいな感じになっちゃうので、しっかり止める。目視、確認してください。全部止まってますね。で、大体の方はこう手首をですね、こうクッと折り曲げるのちょっときつい、疲れますよね。ここ、疲れるんだ。で、コピン。ビッ、ビシ、ビシ、ビシ。はい。そうなんです。ここで、しっかり止めなきゃいけないんですけども、これが斜めになってる方とか多くて、結構最初きついかもしれませんが、ギュッとこう、縦にします。できればでいいんですけども、ね、この弦がこういうふうに、ね、走ってますよね。こう。で、ここに縦にチョップする感じです。大体の方は、そのままフッてやろうとすると、こう斜めになります。結構縦にするってことはこういうことなんで、こういう手の形になります。ここら辺の筋肉多分使うと思うんですけども、これ一瞬使います。頑張ってください。ここです。で、ピッピッピッってやるんですが、これですね、下の方に行っちゃうと、ちょっと弦がですね、ミュートはしてるんですけども、少しモンモンモンって、ちょっと動いちゃうんですよね。なので、高い方に行くと、
音が高くなります。これ場所によって結構ちょっと音程感が、変わってくるので、まあサウンドホール上かもうちょっと上ぐらいかなっていうぐらいで、始めてみるといいと思います。でデコピンとはいえ親指使わないでください。親指で引っ掛けてピシピシではないんです。親指使うなです。はい。でこれ止めてからチャッチャッってやりますよね。そうこれです、これです。でとうまくミュートできない方の大体は小指がこうやって浮いちゃってたりとかするんで、小指側面こういう風にボディにくっつけちゃうぐらいの感じですね。はい。で結構グッて押さえつけてチョップしても大丈夫です。弦切れませんから、ガンガンってこう思いっきりチョップしてください。打楽器です。はい。で最初このパワーが足りないんですよね。こう皆さんこうよいしょよいしょみたいな、てててて、みたいな、ポロロロパラララみたいな感じでちょっと歯切れが悪い。これ結構思い切りが大事なので、でやっていくとだんだんこう筋力ついてきます。人差し指をこうね動かすパワーが、人差し指もなるべく大きく派手に動かしてください。結構疲れると思います。で、どれくらいかっていうと人差し指丸め込みます。で他の指もちょっと丸め込まないようにちょっとこう、まあ、広げとくといいですよね。こうあえて広げる、そして人差し指グッと丸める、手のひらにもくっつくぐらいで、親指使わないで、そこから思い切りのパーです。思い切りのパーになるように、ですから人差し指だけを見るとこういう動きになります。こういう感じ、くっつけてパー、くっつけてパー、おりゃおりゃおりゃです。はい。そうですね、チョップですね、チョップ、もうチョップ、はい。ちゃんと音止まってるでしょうか。でこれをまあダウンストロークの時に使います。つまりこうストロークっていうのはオルタネートストロークといって、拍の頭がダウン、裏拍がアップで、1と2と3と4と1と2と3と4とっていう風に、動いていくんですけども、1の時はダウン、まあ、数字言ってる時はダウンですね。で、とのところがアップになりますよ。これがオルタネートストロークなんで、あとでまたこう説明しますけどね。まあ要はアップストロークって、アップストロークって下から上にこう上げるんで、右手で止めてても上げるときにこうペロンってこうめくれちゃうからできないよねって、まあそれだけです。だからダウンストロークの時にチャってこう使いますよね。このタイミングでしか右手はできませんっていう感じです。ダウンストロークの時のみに使うというわけで、今一応こちら1番2番やりましたけども、あ、そう、ちなみに僕の生徒さんでもですね、時々いらっしゃるんですけども、オンラインでね、他の先生に習ってました、でそのブラッシングしますっていう方で、なぜか親指側で止める方がいらっしゃるんですよね。僕はこの小指の方で一応とやりましょうねっていう風に指導してて、で僕自身はこっちでミュートしないんですよね。なんか多分親指のこの側面ら辺を、使う、逆の方向で使われる方がいらっしゃると思うんですよね。こういう方もいるんですよ。でそういう風に先生に、他の先生に指導されましたと。でこれ多分ですけどクラシック寄りの奏法なのかなという風に思ってます。ここでまあミュートするっていうのも、もちろんミュートできてれば OK かなと思いますし、まあ僕はちょっとできないですね。こっちでずっと慣れちゃってるので。でまあ9割方は右手のこの小指側の、パームミュートとかね言ったりしますけども、こう手のひらミュートで、このブラッシングを、する方がほとんどかと思います。はい。まあなのでちょっとね、そういう風に止めてる方もいらっしゃるかもしれないですが、一応僕は今回、この人さ小指側で、
とブラッシングするというふうに、指導していきます。で、まあこれの方がきっと利点多いんじゃないかなと思うので、はい。で、この右手のストローブラッシング、皆さんなりましたか？大丈夫ですか？これで、ダウンストロークですから、こういうふうに上げて、手を上げてこう下ろしますよね、ジャーンって。で、下ろすときにチョップして、その勢いでこう止めるんですけども、こういうふうにね。だから、あの曲なやってるときにね、ジャーカーガージャーカー、これ止めて、じゃ止めてちゃとか、あの段階的にやってるとですね、タイミングが合わなくなっちゃいますから、こんな感じ、止めるとほぼ同時、めちゃめちゃほぼ同時に人差し指の弦をプチャッとこう鳴らすというのがブラッシングです。これがタイミング合わずに、こういうふうに、なんでしょう、こう先になっちゃったとかなると、こうちょっと鳴るんですけども、これアウトです。ちゃんとザッザッ、この音が鳴るようにちょっと練習してみてください。これタイミングが難しいんですよね。使っていくとだんだん慣れてきます。はい、というわけで、これが右手の、まあ、ブラッシングになります。大丈夫でしょうか？で、次、例えば左手でもブラッシングしたりします。右手はですね、このダウンストロークしかできませんねっていうところ、拍の頭の部分でしかほとんどブラッシングできないんですけども、アップストロークの時もブラッシングしたいっていう時があると思います。はい、こんな感じで、なんか、はい、こんな風になんかチクツクツクツク、こうなんかファンクとか、まあソウルとか、まあそんな感じの、雰囲気出したいなとかいう時ですね。まあいろいろやり方あると思うんですけども、まあ左手のブラッシングが、使われることが多いです。で、これは、まあ、ただ単に弦に優しくこう触れることによって全部こう止まるんですよね、音が。なので左手でミュートして、でザクザクストロークすると、一応これが、まあ、左手のブラッシングになります。で、これですね、人差し指、中指、薬指、小指全部一応こう使っていきます。その時余ってる弦、あの余ってる指を使うというのがポイントですね。例えば小指で1弦8フレットを押さえてたとします。そしたら他の3本の指余ってますから、中指と、人差し指と中指と薬指余ってますね。小指で押さえてるだけなんで、なので他の3本の指をピタッとこう他の弦に触れて全部鳴らすと。そうすると4弦、3弦、2弦は止まって1弦だけ鳴る。こんな感じになります。4弦の音を、あ、1弦のこの音を鳴らすと同時に、他のちょっと打楽器的なこの音も、ブラッシング音も鳴ることによって、ちょっとこうパワーアップするみたいな、っていう感じにね、なっていくので、まあ、ありとあらゆるところでミュートしていきますよと。で、一本だけだと、ちょっと弱くて、なんか、まあ、ウクレだとほとんどならないんですけども、こう、時々ハーモニクス音とかこういう、こういうのが鳴ってしまったりとか、なんかちょっと爪が甘くて少しこう、あ、少しなっちゃったみたいなことがあるので、まあ2本以上触っとくと保険になるのでね、4本触っとけばもう大丈夫だろうと。で、これポイントはグッと押さえちゃうとこうなっちゃうので、軽く触れる、弦を押さえるんじゃなくて触れるだけ、これがポイントなんですけども、
そういう風にするためにはですね、フォームが大事で、この4本の指軽く触れてザッ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 って鳴らすために、親指、裏側のこの左手の親指を離してみてください。で、ストロークできますか？親指でグッと握り込んじゃうから音が出ます。親指離してみてください。離せない、ボディがぐらつくっていう方はちょっとフォームの見直しが、大事になってきます。なるべくですね、こう握った時に左手離してもネックの位置同じです。左手離してネックの位置同じで、左手押さえてもネックの位置変わらない。ここが理想の、フォームの場所なので、なのでそのためにまあそのこのストラップだったりとか、まあ持ち方だったりとかちょっとね、気をつけていければいいと思うんですけども、それちょっと過去の動画をね、ぜひご覧いただければ、めちゃめちゃ丁寧にお説明してますので。でポイントはそうですね、今日もやっぱりしつこく言います、このネックのヒール部分が溝落ちの前です。ネックのヒール部分、ここにありますね、ボディとくっついてるところ、ここが、溝落ちの前です。こうなってる方がほとんどかと思います。こういうイメージ、こうなんですね。ですからこういう感じのストラップしてる方はちょっと斜めになるんですよね、気持ち。なんか正面に向けなきゃとか、サウンドホール穴がこう正面向けてるから、これ、目の前に向けなきゃっていう先入観の方多いと思うんですけども、これちょっとやめた方がいいかと思います、個人的には。はい、なのでこの、ネックのヒル部分が溝落ちの前で、そうなると、サウンドホールが右斜め45度になると思うので、こっちを 目かけてください。でそうすると、まあ、押さえるところがちょっと見えづらくなるんですけども、これが一応正しいデフォルトの位置だよと。見える指板が見えるってことは、フォームを一時崩してる状態だという認識で、いてください。はい、で、フォーム確認してください。親指離しても止まらない、動かないようにね、ぐらつかないように。こんな感じ。親指いらないですね。これ握り込むわけじゃないですから。握り込んじゃう人は、ちょっとフォーム、確認です。なんかね、鳴っちゃいますかね。ふわーって乗っけるだけ。はい、ここでも出てきますね。難しいですね。脱力ってやつですね。はい、大丈夫でしょうか。で、これ一応このストローク、左手のブラッシングはダウンでもアップでも両方できます。こんな感じでね、右手が自由なのでダウンでもアップでもできると。これ右手と左手こう使い合わせたりとか、交互に。こんな感じで、まあ適当にやりましたけども、使い分けていったりとか、同時並行していったりっていう風に、していけたらいずれいいなぁと思います。はい、というわけで早速フレーをね、やっていって、ちょっと練習していければと思うんですけども、はい、大丈夫でしょうか。途中からいらっしゃった方は概要欄からこのテキストを、Google ドライブからダウンロードできますので、そちらから、ぜひ、ね、ダウンロードして、紙にしたりとか、まあ、別ウィンドウでご覧いただいたり、できるかと思います。で、聞こえるかな。はい、これが一応メトロノームテンポ60で、鳴らしてるんですけども、まあ最初60ぐらいから始めてね、いければいいかなと思います。で、まずこれフレー8ぐらいまであります。いけるかな。はい、でまずこの1なんですけども、じゃあこんな感じになってますね。2、4と1、
1と2と3と4と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 、はい、こんな感じになります。これ1と2と3と4と書いてありますよね。でこれぜひ言いながらやってみてください。1と2と3と4とで、うん、ざ、うん、ざっていう風に、まあ、1拍目と3拍目はお休みなので何もしません。とりあえず2と4でざ、ざです。はい、2拍目と4拍目が右手のブラッシング、最初右手でやっていきますね。左手でももちろんうん、ざ、うん、ざできますけども、まあ両方やってみてもねいいんじゃないかなと思いますけども、まず右手で、はい、1と2と3と4と、これをですね言いながらやると、1と2と3と4と、左手がですねまあ C とかなんか何でもいいですね、コードまあ C にしましょうかね。じゃあ押さえながら、はい、できない難しいですはい、これ口で言いながらこのね1と2と3と4と言いながらやるっていうのは結構大事なんですよ。歌ってもっと複雑じゃないですか。なのでこれできた方がいいと思います。で、1と2と3と4と使ってやっていきますね。なのでこんな感じ、もう一回いきます。 C、 はい、1と2と3と4と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 、はい、こんな感じです。テンポ60ですね。はい、右腕の肘はどのあたりにあるといいですか。肘はですね、何か弾きにくいんですかね。例えばなんですけども、こういうふうにまっすぐになっちゃってたりすると、腕がここのボディのここら辺にくっついてるってことになりますよね。そうすると、結構な確率で、この腕のここら辺に、この弦のこっち側が当たっちゃうっていう状況になりやすいのかなと思うんで、まあ普通にこうウクレレね、まあ過去の動画ご覧いただければフォームについてご説明していると思います。この水平よりちょっと上ぐらいな感じでネック持ってもらうと、ここにまあね当たると思うので、だいたいここら辺ですかね。肘はで肘はですね、そのなるべく奥まで行ってください。この腕とボディでこういうふうに隙間ある方いらっしゃるかもしれませんが、これなるべくこういうふうな感じですよね。はい、なんか弾くところがむしろ端っこすぎるとモンモンしちゃったりとか、なんかジャガラジャラジャラか腕が全然動けないんですよね。なるべく大きく動かした方が歯切れのいいストロークになりやすいので、上の方ですね、ここら辺、もちろんこの円の半径がね、ここのリーチが長ければ長いほど大きく動かせてスピードも速くなりますから、となるとここ腕肘はこういう風にウクレレと隙間があるんじゃなくて、こういう風にウクレレを奥まで押し込んでください。ウクレレのここら辺がですね、上腕にくっついてます。なので完全奥ですね。はい、でイコール多分この右この、ネックのヒール部分が溝落ちの前ら辺に、来るぐらいになるんじゃないかなと思うので、ちょっとそれをやっぱり意識してみてください。はい、うん、1と2とは、あ、そうですね、心の中で言うんじゃなくて声に出してください。実際に言うんです、本当に言うんですね。はい、カズさん音は鳴らなくていいんですよね。1と3は鳴らなくていいです。ブラッシングのところはこういうザッという音が、
鳴るっていう感じです。開放弦とかこういう音が鳴っちゃダメですね。ではなくてこんな感じ。はい、うん、大丈夫でしょうかね。はい、これが1番です。1と2、もうすでにここでで1と2と3と1ってちょっと難しいかなっていう方は、下のカタカナうんざ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 っていう風に練習してみてください。これがうんざうんざじゃなくてうざうんざっていう風に、んとか、ちっちゃいつもですね、ちゃんとリズムとしてカウントできればまあいいかなと思うんですけども、ううんざうんざじゃなくてうんざうんざっていうイメージです。はい、これ2拍目と4拍目なのはですね、まあ、やっぱりドラムを意識してもらうとよくて、聞こえますか？基本ドラムってなんかこのパターンなんですよね。はい、なので、2拍目と4拍目これスネアが鳴ってます。このスネアの代わりなんですよね、要はこのブラッシング奏法というのは。はい、ウクレレだけじゃなくてぜひドラムとか他の楽器の概念も少し理解しておくとちょっとやりやすいかなという感じですね。はいはい、うん、ソプラノサイズだと肘とウクレレの隙間を開けないようにするとサウンドホールの位置が随分肘に寄りになる、ストロークしづらいです。あー、なるほど。そうか、ソプラノサイズ、ソプラノサイズでもですね、まあその腕の長さとかにもよりますよね。なのでいい位置をちょっとご自分でそれは探してみてください。必ずあるはずです。あら、ドラム聞こえなかったですか？あら、謎。はい、ちょっとちっちゃかったかな。はい、というわけで、うん、大丈夫でしょうかね。そしたら次2番ですね。ピンチできない。はい、今度は1と3で鳴らしてまた2と4でブラッシングすると、先ほどの音があるバージョンですね。1と2と3と4と1と2と3と4と、はい、まあブラッシングの、ね、基本ですね。鳴らしてブラッシング、鳴らしてブラッシング、こんな感じ。3と4と1と2と3こんな感じです。大丈夫でしょうか。じゃんざじゃんざという風に、で赤いダウンストローク、これ実際鳴らすところで青いこの矢印はカラストロークになります。じゃん鳴らしたら上に上げてざでまた上げてじゃん、これアップストロークカラストロークになってますね。はい、これも後々意味がすごく大事になってきます。1と2と3と4とドゥツタツクトツクタツクトツクタツクトドゥタツクみたいな、こうなんかね、ドラムみたいな、ドラムだと思って、やってみてください。はい、大丈夫でしょうか。あ、すいませんね、ドラムね、前は親指でしてたんだなと今気がつきました。ああ、そうなんですね。これ何なんですかね、親指でミュート、こっち側でミュートっていうちょっと謎の文化。はい、でそしたらですね、ちょっとガンガンいきますね。次3番、今度はジャカザジャカザジャカザ
こんな感じです。ちょっとメトロにも合わせてやっていきますね。あ、とのとこでも弾いちゃう。あ、いいですね。釣られてますね。なんかね。はい。うん。これ、口で言ってることと、まあ、弾いてることでちょっと分離させなきゃいけないですよね。まあ、弾き語りの基本でもあると思うんですけども、メロディー依存じゃなくて、リズム依存型のちょっと、なんか、演奏の仕方、音楽の考え方、リズムの取り方にね、慣れていくという、ちょっと長期目標でもあります。はい。なんかね、なんとなくできたことができなくなっちゃったり、一瞬するかもしれないんですけども、長期的に見るとこっちの方が、まあ、そのね、バネだという感じで、はい。こっちの方が伸びていくと思います。で、そして次3番ですね。ちょっとメトロノーム合わせてやっていきます。ドシドジャカドサドシド1ド1ド3こんな感じになります。だんだん脳トレになってきましたね。はい。1でジャッカ、ダウン、アップ。で、ブラッシング、ザ。で、トでこう上げて、3、ド、シ、ド。はい。難しいですか？うん。ちょっとこれはですね、ゴールデンウィークの宿題になります。はい。ジャッカ、ザ。ジャカザ1と2と3と4とダウンアップザダウンアップザって感じですね。お、ちょっと待ってですね、なんか熱くなってきて、はい、うん、これね、ゴールデンウィークは外出させませんので練習してください。はい、ウクレレバートさん、はい、爪は短いのですがボディに当たるときあります。あー、当たりますね。おそらくなんですけども、ここら辺付近とかでやってると、まあ下にこうカツンとかね、当たっちゃったりするかもしれないです。でもそれって、まあ何でしょう、その弦の感覚がもう少し把握できるようになってくると、あ、ここまででいいんだなみたいな感じで慣れてくると思うんですよね。ちゃんとボディの位置どこら辺かなっていうのをちょっとゆっくりやって、ここら辺ここら辺にあって、なんかもうちょっとこう上にやると、あ、ここ、こういう感じかーで、こうちょっと場所を見計らってみてください。何も考えないとやっぱ結構動かすだけ、ちょっと今はね、今日は多分とりあえず鳴らすというところにすると難しいと思うので、いろんなことをね、こう注意するというのは一個ずつゆっくりやってみてください。はい、右手を下ろした時に手のひらの親指下膨らみで軽く触ります。あー、なるほど。ピタッと止めたいときは左手指でミュートします。無意識にしてたのですね。あー、なるほどなるほど。はい、ボボキさん練習します。はい、練習してください。はい、郵便屋さん、あ、はい、上の方が当たります。あ、上の方ってことは、じゃあまあちょっと当たらないようにするという感じですかね。なんでなんでしょうね。ちょっとすみません。フォームを拝見しないと、ひょっとしたら、問題が、場所で、どこら辺のとこに当たるのかっていうのも、ちょっとね、考えながら。じゃあちょっとまあ、基本やっぱちょっと上の方がいいんでね。上の方が当たるってこと、まあ4弦、3弦にも結構深く当たってる気がするので、1弦、2弦を目安に弾いてみてください。1弦、2弦の方が、実は3弦にはあまり当たらなすぎない方が良くて、3弦で音が太くて低いので、なんか当たってもですね、そのなんかモンモンっていう風に歯切れがちょっと悪いんですよ。なので 1,2 弦を目安に弾くと、当てようとこう意識すると少し音が高くなるので、音が高い方がリズムがはっきりしてシャキッと、聞こえるんですよ。
なので、なるべくちょっと1、2弦を目安に、で、まあ、時々3弦も当たるかなぐらいの感じで、割とざっくりでいいと思います。はい、場所感覚、そうですね、探してみてみてください。まあ、1、2弦目安にということがポイントかなと思います。はい、まあ、それね、皆さんにも言えると思うんですけども、はい、次、そして4番いきます。どんどんいきます。はい、今度は、ジャカツカ、ジャカツカ、もう分かんなかったらもう、ジャカツカ、ジャカツカ、言い唱えてください。慣れてきたら1と2と3と4と。で、これポイントは、まず、ダウン、アップ、ダウン、アップ、全部やるんですけども、1と2と3と4と、1と2と3と4と、まず、全部鳴らしてみてください。1と2と3と4と、ダウン、アップ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 。これで、まず、口で言いながら弾きます。1と2と3と4と4拍数え、拍数えますっていうのを慣れてもらって、そしたら、2と4でブラッシングっていうね。はい。1と2と3と4と、1と2と3と4と。はい、こんな感じ。ちょっとメトロノームに合わせるとこんな感じですね。3と4と1と2と3と4と1と2と3と1と1と2と3と4と1と2と3と4と。はい、こんな感じになります。ちょっと音がちっちゃいか。はい、というわけです。また難しくなってきましたね。ジャカツカ、ジャカツカ、1と2と3と4と、ドッツクツクドクツクド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 クツクドツク。はい、もうドラムやってるイメージです。ドラムちょっとやったことないとね、なかなかイメージしにくいと思いますけども、はい、もうこうね、打楽器ですからね、ドラム、自分はドラムだと、ドラムだと、いうイメージでね、ちょっとやってみてください。ここら辺からちょっとこんがらがってきますよね。もうすでにこんがらがってます。で、次5番。さらにこれがシンコペーションしていきます。まずブラッシングない、バツって書いてあるところがね、すいません、ブラッシングですけども、バツも全部弾いてみるというところから始めてみましょうか。じゃかつか、んか、じゃか、じゃかつか。一応こういうストロークパターンです。で、これに2と4、2拍目と4拍目を止めると。ジャカツカ、3と4と、1と2と3と4と、1と2と3と4と、1と2と3と4と。こんな感じになります。はい、ジャカツカ、ンカツカ。さらに紛らわしくなってきますね。3でこうダウンストローク、空をするっていうところも難しいし、2と4どこだっけみたいな感じになるんで、めちゃめちゃゆっくりやっぱりやってください。早くなっちゃうんですよね、どうしても。なんか聞いた感じのままやろうとすると、縮尺できないじゃないですか。ゆっくりやったり早くやったりっていう、応用が効かない、そして練習、ゆっくり練習ができないので、詰むっていうね、ことになっちゃうので、1と2と3と4とっていう風な感じで、ゆっくりこうなってこうなって、そこからちょっとずつ始めてみてください。しばらくやってるとできます。で、6番いきます。今度は今の5番とほぼ同じなんですけども、1拍目がジャンと伸ばすっていうね、感じですね。弾かない方が結構この手のやつって難しいんですよね。ちょっとやってみますね。2と3と4と、1と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 2と3と4と。はい、こんな感じです。
そうですね。はい。ボイパ。ボイパ結構好きなんですけども、ちょっとうまくなりたい。わかんない。わかんない。適当。はい。ではでは、そしたらですね、次7番。ザッザッジャン。ザッザッジャン。はい。なんか、あれですね。We Will Rock You 的な、ですけども。ちょっと違いますね。で、これは、ダウン、アップがブラッシングになってますから、左手のやっぱりブラッシングがで、ここで登場します。ザッザッジャン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 。その、ダウンストロークだ、一拍目とかもこうブラッシングしちゃってもいいと思いますし、止めて、アップ、左手止めて、ジャン。っていう風に両方使ってもいいですし、左手だけザザ止めてシー止めてシー、はい、なので一瞬シーのコード離しますね、左手。はい、あ、ボイパーありがとうございます。はい、うん、なので左手の7番ですね、ブラッシング使って、やっていけるといいと思います。こんな感じになりますね。2と三と四とずっとじゃんずっとじゃん、一と二と三と四と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 、イエイ、こんな感じになります。はい、左手で止めると、まあ右手でやってもいいんですけども、どっちみちとの1とのとと3とのこのとの部分が、アップストロークのブラッシングになるので、右手じゃ不可能になります。なので左手で止める必要があるので、はい、なので左手こうファフッとこう後ろ C をのコードを離してふわってしてから、またすぐ C、 ふわっとして C、これあの B フラットとかね、全部の弦をもともと押さえてるやつだったら、こういうふうにちょっとこう力をですね、ふわーんってこう押さえる、ちょっとふわっと力抜く、そうすると自然とミュートになる、ブラッシングになるんです。指離しちゃうと開放弦になっちゃいますけども、 B フラット押さえて止める、まあちょっと力抜くと、っていう風にですね、あの左手でまあちょっと止めるっていうこともできます。あのそれは全部の弦をあのバレエとかバレエコードとか、まあ、B フラットとかこういう形とか全部の弦を触れているコードだとできます。はい、まあちょっとそっちの方が難しいんですけども、このゴールデンウィークのね後半にもね、ちょっとそういうブラッシングを使ったリズムトレーニング、あのポリリズムトレーニングとかもねあるので、ちょっとよかったらねご覧になってみてください。そして、最後8番。おっと、難しいですね、これね。つくちゃん、つくちゃん、つくちゃん、つくちゃん。となるとですね、まあ、C のコードで練習するとちょっと難しいかな。でも、他のコードも多分難しいと思うので、右手でダウン、左手でブラッシング。で、ちなみにこれ両方同時にやってもいいですからね。左手で止めつつ、右手でブラッシング。はい、うん、で、つくちゃん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 。1と2と3と4と1と2と3と4と、これちょっとレゲエっぽいイメージですね。ちょっと聞いてもらって、こんな感じです。3と4とつくちゃん、こんな感じです。
こんなイメージで、なんか、レゲエっぽいとか、南国調とか、とかね、なんかオーバーザレインボーですね、伊豆のオーバーザレインボーとかもなんかこれのちょっとこう発展系に、なっていきます。すいません、軽くパニックに、これ難しいです。つくちゃんつくちゃんで C のコード難しかったら開放弦でもいいですよ。C6 っていうね、開放弦ありがたいですね。ウクレレって開放弦弾いてもかなんか気持ちいいのがすごい嬉しい。で左手でポフッと止めて、タッタッパタッはい、これになると16部チャカ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 一拍にダウンアップダウンアップがこれ4発ね入ってますね。1と2と3と4とっていう風に、はい、入っていきます。っていうのが、まあ、一応16部のね、ブラッシングのちょっと入り口になるんですけど、今日ここまでにします。大丈夫です、これで終わり。はい、あ、つくちゃんのあ、くが鳴っちゃう。左手、あれですね、多分ね、話しちゃってるんですよね、きっとね。ねえ。はい。ちょっと8番はですね、かなり難しいです。あ、そうですね、7番と8番は、倍速っていうことですね。7番は、8分音符で、つっくっちゃん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 、つっくっ、あ、違う。つっくっちゃん、つっくっちゃん、つっくっちゃん、つっくっちゃんですけども、8番がつくちゃん、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 っていう風になってますね。When, when, 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 when the night has come, as the blood is dark.And the moon. はい、あ、これ以上歌うと多分ね、著作権的な。はい。はい。うん。なので、開放弦から練習してみてください。つくちゃん。ね、C じゃなくてね。コードによっても結構難易度あ変わると思うんで。つくちゃん、つくちゃん。はい。あ、開放弦だとできればバッチリじゃないですか。で、なんか、むしろ、ね、あれだったら、1、2、3、今までやったやつも開放弦で練習してみて。じゃあ、カーツ。じゃあ、カーツ。ジャカーザ、ジャカーザ。右手とかね、左手とかね。誰のものはね、誰だろうね、今のは。エルビス・プレスリー。Love me tender。はい、すいません。エルビスなんかじゃ全然ないですね。怒られてしまう。はい、というわけで、一応こんな感じで、開放弦、もね、いいと思いますよ。そこから練習してみてください。じゃんざ、じゃんざ。1、1、2、3。ね、過去のやつも左手でブラッシングしてみるとか。1、2、3と、4と。1と、2と、3と、4と。で、2番が。1と、2と、3と、4と。1と、2と、3と、4と。で、3番が。1と、2と、3と、で、4番が、じゃか、つっか、じゃか、つっか、じゃか。左手でこう、ポフッと。1と、2と、3と、4と。1と、2と、3と、4と。で、5番が、じゃか、つっか、んか、つっか、じゃか、つっか、んか、つっか。こんな感じですね。1と、6番じゃんつかんかつかじゃんつかんかつか、はい、っていう風にですね、左手のミュート、そして右手の、あ、左手の、まあ、ブラッシング、右手の
右手のブラッシング、左手のブラッシング、ちょっとね、練習してみて、で、アーカイブでぜひちょっとゆっくりやってみてください。すいません、投げっぱなしになっちゃうんですけどもね。はい。うん。あ、なんとかできましたか？開放弦の方がやりやすいですよね、きっとね。ちょっと左手なんかいろいろやってると、ちょっとね、右手とか左手いろいろ忙しいので、片手ずつ、そして口も慣れてきたら口と合わせてみたい。一個ずつちょっとプラス、こう、積み上げてみてください。はい。はい。うん。なので、あ、美声。ありがとうございます。はい、最後に何かご質問とか、今日ね、一応ブラッシング練習、フレーズということでお伝えしましたけども、これがね、実際に曲の中で自然とできるようになるといいですよね。例えばね、はい。こんなイメージで、なんか自然とできるようになるというのが理想かなと思います。なので1と2と3と4と、やっぱ心の中で、頭の中で常にこう、やっぱりイメージしながら練習されるといいと思いますし、その前段階として、口で言いながらやると、口で言いながら、この 1と2と3と4とが口で言いながら言えないと、結構歌もですね、なんかメロリズムが適当な感じになっちゃうと思うんで、歌ってる時はリズム合うんだけども、感想で分かんなくなる現象とかですね、これメロディ依存型のリズムの取り方なので、なのでそこをね、リズム依存、ちゃんとリズムでしっかり自分で取るというのをやっていけたらいいかなと思いますね。イズのオーバーザレインボー、あ、いいですよねって。あと、なんだっけ、ボブマーレーとか、うん、なんかブラッシングだといきなり躍動的になるので、普通のストロークちょっとかっこよくなりますよ。ぜひぜひやってみてください。一番使うのはですね、なんだかんだ、6番とかこの4、5、6番ら辺ですね。ジャカ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 弾いてたら、だん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 、ジャカツカジャカツカ、こうね、少し入れてみようかなーって余裕が出てきた時にちょっとやってみてください。はい、4、5、6番大事ですね。はい、他に何か最後ご質問とかなければこれで終わりましょうかね。はい、大丈夫でしょうか。あ、ゆめちゃんさん、ゆっくり頑張ります。うん、頑張ってみてください。ちょっとね、分かんないことあればね、聞いてくださいね。はい、かっこいい練習頑張ります。はい、はい、うん、頑張ってみてください。これちょっと、このね、今ね、今日、雨降ってますね。自分関東の方なんですけども、雨結構降ってますね。朝ちょっと頑張って走ったんですけども、結構今降ってますね、ちょっとね。はい。はい。うん。あ、公開処刑。公開処刑じゃないですよ。モニター生徒さんがね、いらっしゃるということで、一応それ5月1日だったと思うんですけども、はい。やっていければと思います。また、ゴールデンウィーク集中講座もですね、結構いっぱい、今回、やりますので、ぜひぜひ、で、今日もありますね。次がですね、今日の21時から夜ですね。はい、アルペジオ奏法の基本ということで、こちらも、今日のやつもですね、一応、その概要欄から Google ドライブで無料の楽譜とか、もろもろ、テキストですね、こういうホワイトボードの内容を、ダウンロードできるようにしておりますので、もしよかったらそちらね、ちょっとずつ、増やしてますので、それ上げられてない動画もありますけども、アルペジオ奏法の基本かな、らへんはもうすでに、あと、5月1日が、14時から60分、練習時のフォームの基礎ということで、改めて、やっていきます。フォームの基礎ですね、これもう何回でもやりますからね。何回でもやりますので、ぜひぜひちょっと再確認しながら定期的にやるっていうね、これ大事なので、はい。で、あと次5月1日20時からですね、モニター生徒さんの公開ライブレッスン、
5月1日20時から60分ほどですね、はい、やりますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。公開処刑ではないと。で、次5月3日とかですね、いろいろあるので、よかったらね、概要欄だいろいろご覧になっていただければと思います。はい、もうもしね、わかんないところとか聞きたいことあれば、カフェトークとかオンラインレッスンね、やっておりますので、ぜひそちらの方でお申し込みいただければと思います。概要欄に特別招待リンク貼っておりますので。ではでは、はい、皆さん楽しんでいくゴールデンウィークね、もうあんま外出れないから、もう家でもうガンガンウクレレ弾きまくってください。昼間だからということでですね、一応ちょっとこの音量が結構出そうな、ブラッシングの、練習の動画をね、ライブをちょっとしてみようと思いました。というわけで、そっかそっか、うん、夜はそうなんですよね、ちょっとね、お忙しいと思うので、ちょっと聞くとかふんわり、夜は音量がなかなか出ない双方の解説になります。よかったらね、今日の9時からもお待ちしておりますので、ぜひぜひ楽しみにしてください。じゃあ今日はこれで、今日はじゃない、今回ね、終わりたいと思います。また頑張ってください、ブラッシング。バイバーイ、またね、ありがとうございます。はい、スパチャありがとうございます、ありがとうございます。次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本郷さん、ひろこさん、はい、ナターシャさん、ありがとうございます。はい、AOSA さん、はい、ありがとうございます。いただきました、ありがとうございます。はい、大丈夫でしょうか、とても分かりやすい、楽しかったですか。はい、うん、ステイホーム、ウクレレ弾きまくってください。バイバーイ、ありがとう、バイバイ、さよならー。